おんハモーニー。お腹が空腹で、うんうんと泣き始め、気がつくとラーメン博物館にいた。博物館なのでラーメンの歴史や時代とともに移り変わるラーメンの流行なども言及されていたんですけど、目もくれず腹のなるまま豚骨の香りを求めて三千里していた。昭和の街並みが広がっていて、オールウェイズ三丁目の夕日だった。昭和の世界にタイムスリップして途方に暮れつつも腹が減ったのでたどり着いたラーメン屋に寄ったが、このままだと無銭飲食になると絶望していた時に、後ろから松山健一が、この釜分もとさっと注文してくれる展開はよ。豚が山でトリュフを探すかのように鼻をクンクンさせてたどり着いた一軒のラーメン屋。博多の濃厚豚骨系という新しい選択肢、餃子、ビール、ラーメンという三種の神器。冷却されたグラスにビール瓶からジャブジャブと注いでいく。松山健一が駆けつけてくれる気配はないので先に乾杯。ごくごく。おいしい。一口サイズの餃子もさっと出てきた。あら、かわいい。実は人と会う約束があったのでこの日は遠征していたのだが、餃子頼んだ後にこれ大丈夫かと不安になった。酒を飲んでいる時点で同じか。まあ今のご時世マスクしているしわからないかと言い聞かせる。てっててーん、濃厚豚骨ラーメン。ニンニク以外でこんなにパンチの効いた香りは久しい。スープにきめ細やかな泡がたくさん浮いていて、ラーメン界でのシャボン玉みたい。豚骨スープのジャグジー入りてー、ずるずる。おじー、いつも極太麺食べてるから極細麺が新鮮です。白く細くか弱さと儚さを兼ね備えた少女のようだ。しかしながら芯はしっかり凛々しさを持って歯応えとして残っている。ドロッとしたスープが麺をドレスコード、おしゃれラーメンラブ&ベリー状態。街で噂の濃厚豚骨餃子とビールが大好き。豚骨なのにスープが臭くないの。豚骨はしっかりと存在しているのに。トッピングにあるニンニクなどを入れてみたらまた違った側面が見えた。いや、なんで人と会う前にニンニク食うんだよって話だが、目の前に置いてあるのがいけないと思う。癖で取ってしまうし入れてしまう人もいるんだよ。ラーメン屋というよりもラーメンのテーマパークっていう印象が強いので、にぎにぎしてる中一人で来て大丈夫かと思ったんですけど、意外と若い人も一人で来てラーメンをすすっていたので心のざわざわくんが収まった。二郎系はいつもお腹が途中で満腹になって苦しみとの格闘、いや戦いにね発展することがほとんどだけど、博多系はお腹を圧迫してこないので優秀だ。しっかりと人間らしい量に設定されているんだな。ビールを最後までうしうしと堪能できる。この日は打ち合わせがあったんですけど、今どこにいますかって連絡が来て、ラーメン博物館にいますって答えたら、待ち合わせ場所がまさかのここになったので、園内にあるカフェ&バーのようなところで一息つく。ソファーもレトロっぽくて雰囲気居心地がいい感じ。ここでは焼酎の緑茶割りを頼んでみた。やっぱりレトロ昭和感のある飲み物が飲みたい。ラーメンでこってりとしたお口直しに飲むお茶酒はすっきりとして、うめえ、おーい酒と叫びたくなる。関係ないけど自分のイヤホンケースたいやきくん使ってます。待ち時間は緑茶をたしなみながら編集タイム。この日はこんなレトロ M 空間で前にアップしたね、豆柴に干されまくる動画を見返しておりました。切ない気持ちになりながら酒を飲む。そしてユッケティのイラストと世界観がマッチングしていて嬉しい。抹茶ソフトクリームでおやつタイム。抹茶大好き民なので統一してみました。抹茶の粉がふんわりと苦味があって落ち着きがある。鼻息フンってしたら新品のスカートに舞っておしぼりでふきふきしたらさらに伸びてしまいましてね、エイリアンに毒でも吐かれたの状態になってしまいました。ピンエンを通り越してパオンだ。でも美味しいからどうにでもなれ。昭和っぽい丸メガネでどやるわい。最後はチャルメラの等身大のおじさんを拝んで自分にお土産を買うことに。自分で好きなねスープとかをこう選んで持ち帰れるラーメンキットなんです。豚骨が美味しかったので豚骨選択。麺はストレートの中太麺にした。そこは極細にしないんだねと今見て思いました。令和に戻りたくないよ。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。これ結構前にラーメン博物館に行った時の動画がそういえばまだ出してないなと思って今出してみました。想像以上にラーメンももちろんなんですけど、その様子、街並みとかが再現性めっちゃ高かったので、ぜひ一度行ってみてほしいと思います。ほんじゃバイバイ。